たまんないよね。料理に絶対はないってこと。はい、始まりました。手間ズブッキング。今日やる料理はね、まあこの間さ、小松菜のうどん作ったのが半端残ってるんで、小松菜も肉もまあ余ってるんで、同じの作ってもしょうがないんで、今日はね、これをね、まあそのままこのチャーハンにします。うどんからチャーハンみたいなね、小松菜チャーハンいっちゃいましょう。はい、じゃあ早速やっていきましょう。あ、そうだ。で、ご飯もないからさ、今日はこれにします。この、砂糖のご飯的なやつね。で、まあ、これだから、1人前だから 200g でやってみますか。ね。で、これだけピッと。これで、まあ、600W で2分、まあ、温めて。で、必ず、こういうやつ使っても、温めてくださいね、皆さん。熱々のやつで作った方が絶対美味しいです。で、じゃあ、この間もやったけど、この小松菜ちゃんは、ここの端っこだけ、こうちょろっとこう、ギリギリ切って、ほんで、こういうところに砂が入ってるから、ね、これを洗ってきます。よし。はい、そしたらね、こう、チャーハンなんで、あんまりこう、極端にでかいとこう、変じゃないですか。ご飯に混ざんないから。でも、この、あ、ちょっと待って。あ、これは汚れじゃないね。こういう模様だね。こう、黒くなってるのね。びっくりした。汚れが落ちてないかなと思っちゃった。で、こういう感じで、だいたい1センチぐらいに、こう、切ってください。ご飯にこう辛みなんかもね混ざりやすくさ。でこっちはさ、こっちもこんな感じで、よし、小松菜。そしたら、肉ね。肉はね、まあいつもハサミで切っちゃうけどね、今日の場合はご飯にね、合わせるために少し細かくしたいから、まあ1人前大体まあほんと 80g ぐらい、野菜と分けてくださいね、まな板は。で、このご飯にこう、なんとか馴染むように切りましょう、今日はね。こうやって。まあ、これも1センチぐらい。ね。これで、大体混ざりますから。はい、こんな状態で、あとは卵を2個かな。卵2個。はい。さあ、こんなもんか、今日は。で、今、温めた。これね、用意しておいて。さあ、じゃあやってみますか。よーし、じゃあ早速やっていきますよ。はい、じゃあまず油大さじ1杯ね。はい。そしたら、まずこの豚肉ちゃんをね、こうやって。はい。で、豚肉をさーっと炒めて。小松菜とさ、肉でさ、小松菜さ、すげえ安かったんだよね、120円のやつさ。だからあれ1個買ってさ、今日2回目じゃない？いや、めっちゃ安いよね。やっぱ手作りすると何でもこう、安くなりますね、やっぱりね。美味しいし安いし、やっぱ手作りでね、料理するの本当にいいですよね。で、こういう感じで、大体このね、豚肉だからしっかりこの火を通してくださいね。はい、そしたらこの小松菜ちゃんのね、茎の方に。この小松菜のね、シャッキリ感がね、チャーハンにね、めっちゃ合いますからね。で、これでさーっとこう、油だけこう回してさ。で、このシャッキリ感も味わいたいから、このあんまり炒めないで、まあ、さーっと油だけ回ったような状態で、この卵をね、卵をこの味の方に入れて。はい。で、入れたら、こう、ゆっくり。で、ほんの少しね、卵はね、チャーハンやときね、一生懸命混ぜないで、こう、白いとこと、黄色いとこが混ざってない感じがいいよ。そしたら、この半熟の状態で、こうやってこう、ご飯を入れて、この時に、こうやってこうね、お玉なんかの、この背を使って、こうやって、こういうふうにこう。で、この半熟の部分が、こう、ご飯に混ざって、で、こうやってこうね、いい感じになりますから。ね。こういう状態でね、こうやって、ゆっくりこう混ぜていくと、しっかり混ざってきますから。で、この時にね、僕のチャーハン理論だけど、この、よく見ると黄色い部分と白い部分あるじゃないですか。この白身と黄色身は味がちょっと若干違うんですよ。なんで、このね、なんていうかな、ブツブツ感というか、この、ご飯とこう食べてても、こう、微妙にわかるんだよね、僕は。だから、こう、なんていうか、すごく全部混ぜちゃうっていうよりかは、こう、まだらにいろんな部分を感じたい派なんだよね。で、こうやって、で、混ぜたら、この、全体にもう混ざったら葉っぱの方も入れて。で、さっさっさっさ。で、小松菜はさ、見た目も綺麗じゃない？ね、いいよね。そしたらここでね、味付けいっちゃう。毎度おなじみ、トンシャンだね。これ、200g に対して、だいたいこの、小さじですり切り一杯。これでね、だいたいちょうどいいから。うん、何回もやって分かってんだけど、これでこう。
固形になってんだけど、こうやって混ぜていくとすぐに、あの、なんていうかな、馴染みますから。これで、こう、全体にこう、馴染ませながら、よいしょと。はい。そしたら、ここに味のアクセントで、ブラックペッパー。ペッパーケーブル、ちゃちゃちゃん。邪魔をしないでねって感じで、こう、しっかり海苔をくね。うん、海苔大事ですよ、皆さん。ね、楽しくやんねえとね、料理はね。で、これで、入れましたと。それで、まあ、いろんな考え方あるんでね、ここでちょっとお酒入れるなんていう人もいるけど、全然僕は入れない。このまんまシャープな味で全然大丈夫。もう本当にシンプルに、この、ソーミシャンタンと胡椒だけ。これで十分美味しい。で、ここに、ほんの少し、やっぱこれ、これだと香りが若干足らない。だから、香りをほんの少し、普通の醤油でいいから、ほんの少しこう、ちょろっとこう垂らしてあげる。で、これでね、あの、焦げた醤油の香ばしさの香りをほんの少しこう入れてあげる。うん。どっちかっていうと、味っていうよりかは、あの、香ばしさを表現するために、ちょっと醤油使います。はい。で、こんな味で全体がもう混ざったら、はい、もうこれで完成でいい。まあ、チャーハンなんで、まあ、とりあえずね、このままバーッと持ってもいいんだけど、まあなんとなくこう雰囲気出すため、出したい人は、こうやってね、丸いお皿にこう入れて、よいしょと。まあこれはやってもやんなくてもいいんだけどね。よいしょ。よいしょ。で、パンパンパンってこうちょっと押し込むイメージで、はい。そしたら、こういかにも中華雑炊みたいな、このいう皿があったら、ちょっと雰囲気出ますよ。そしたらこれはね、パカーンって。はい、パッカン。いきまーす。オープン、パーン、はい、できたー。今日の簡単料理ね、天末式超簡単小松菜と肉のチャーハンの完成でーす。めちゃめちゃ美味しそう。よーし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思いまーす。今日の感じこれだよー。どうですか、この感じ美味しそうだよねー。じゃあ早速これを食べる前に、いつも通りチューハートン、皆さんお疲れ様でした。乾杯。おいしい、もう毎日楽しいってことで、じゃあ早速食べてみたいと思います。いただきます。これをじゃあこんな感じでね、これこれだよ。この感じたまんないよね。まずちょっとちむらくんの前もってよそっときましょう、いつも通りね。よしよし、じゃあ早速いただいてみたいと思います。いただきます。これはもうめちゃめちゃ美味しいすごい美味しいね。もうほんとシンプルなんだけど半端ない美味しい。うん、うん、小松菜のねシャキシャキと豚肉の感じが、この塩辛い味すごく合ってる。あ、そうだ、それで僕の大好きなこの紅生姜添えたんだよね。小松菜のシャキシャキがなんともたまんないっすね。すごい美味しいですこれ。たまんない。じゃあちょっと木村君、はいはい、ちょうど食べてみてください。はい、いただきます。はい、どうぞ。いやしかし本当美味しいよな。うん、うん、うん、うまいうまい、うん、うん、やっぱこの間のさ、うどんもさ同じような構図だよね。これ小松菜肉卵みたいな相性いいよね。このシャキシャキとさ、卵とさ、とね、みんなね、チャーハンって言ってあれって思ったと思うんだけど、これさ、ネギ入ってないのよ。うん、普通さ、チャーハンって言ったら絶対ネギっていうイメージあるじゃん。だけど、今日はなんで入れなかったっていうかっていうと、あの、冷蔵庫入ってなかったただそれだけ。うん、だけど、僕が主張したいのは、何がないとダメってみんな固定観念で、あ、ネギがないからチャーハン作れないみたいな、そういう風に思っちゃうわけそうじゃないのよ。あるやつだけでやって、例えばなんかネギがない方が、あれ小松菜の風味が立ってんなとか、まあそういうなんか違うイメージでものができたりするわけ。料理を楽しむって、そういうその波乱万丈があって、僕の料理動画でまあ唯一学んでほしいとしたら、料理に絶対はないってこと。で、料理に正解もないってこと。こうしなきゃいけないとか、こうじゃなかったら多分チャーハンじゃねえとか、まあそういう変なあの固定観念を捨てて楽しむってことだよ。そういう考えで皆さんね、あの冷蔵庫であるもので何がなくちゃできないっていう固定観念を捨てて、皆さん料理楽しんでもらえたらなって思います。
ってことはね、今日のこの簡単料理、はい、ケマス式超簡単小松菜チャーハン、はい、大成功です、はい、皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。